ってもらって、ね、彼氏と一体が一体で働けてみて違うで、言うそういう人いるんだよ藤田さんが自分が彼氏行きたいなと思って違う男子に水族館行きたいって言ってるからねじゃあ、あっちから行くって来たらどこキモいって言ったことある